であるモスクワ書店とも呼ばれる。クリップ店舗内館新刊書籍や古書の他に文房具やコンパクトディスクなどを取り扱う大型書店である。首都モスクワのトゥベルスカや通り8番に所在する。正式名称はである。企業形態は有限会社である。店舗は建築家のアルカジー・モルドビノフによって建てられた建物に入居している。ロゴのハートマークは デザイナーのユーリー・シャポバロフのアイデアによるものである。店内にはスタッフを呼び出すボタンが設けられており、探している本を見つけるためのアドバイスを受けることができる。2011年から2016年にかけて、ボズドビジェンカ通りに支店が存在した。24時間営業が行われており、面積はおよそ1000平方メートルで、カフェやキッズルームのほか 無料で利用できる Wi-Fi が設置されていた。支店に在庫がない場合、トゥベルスカヤ通りの店舗から30分で取り寄せることができた。赤とグレーでデザインされた店舗の内装はシャポバロフによる。1958年11月5日、ゴーリキー通りに第100番書店という名称で開店され、ほどなくしてモスクワに改称された。初代取締役は、 ビクトル・ステブロフであった。1968年5月27日、タマーラ・ウリアドバが取締役に就任する。1979年、モスクワオリンピック開催を見据えた店舗の改装工事が行われる。1991年、マリーナ・カーメネワが取締役に就任する。2011年12月13日、ボズドビジェンカ通りに支店が開店される。 2016年6月末をもって、ボズドビジェンカ通りの支店が閉店される。ありがとうございます。